今回は七福神をモチーフにした衣装らしいんだけど、神様まで衣装のモチーフにしちゃうなんて、小鳥って挑戦的よね。っていうか、私が弁財天って、蓄財の神様に文句をつけるわけじゃないけど、なんか成金枠みたいな。え？弁財天のルーツはもっと違うところにある？そうなの？本当かしら。ちょっと私、図書室に行ってくる。知らなかった。本当にあなたが言った通り、弁財天のルーツは違うのね。サラスバティ、芸術と地を司る女神、小鳥ってね、いつも私が作った曲をすごく嬉しそうに聴いてくれるの。こっちが恥ずかしくなっちゃうくらい。もし小鳥がこのことを知っていたのなら、弁財天にも小鳥にもすごく失礼なこと考えちゃったかも。もっと幅広く知識を得ないとダメね。曲解してもいいことなんてないもの。ねえ、この後一緒に図書室に行かない？今日は本を借りて帰りたいわ。